11月、高橋は母校関西大学のリンクで練習を重ねていた。今シーズン2戦目の NHK 杯まであと1週間。日本の第一人者として次こそは優勝を遂げたい。課題は分かっている。苦手にしている4回転ジャンプ。あ、広いな、足が広い、ちょっと広い。本田コーチが付きっきりで特訓を続ける。はい。高橋ほどの選手がなぜ苦しむのか。原因はフォームにあった。飛ぶ瞬間前に傾いている。これでは上体を起こす無駄な動きができ、回転力が不足してしまう。成功した時の映像を見ると体勢の違いは明らかだ。真上に踏み切っていれば力のロスはない。だから回れる。この時にもう踏み込みすぎちゃってるんです。これここが踏み込みすぎちゃってるんです。やっぱりこう飛ぼうとしすぎて気持ち的に踏ん張っちゃうから、思ったよりこうしゃがみ込みすぎたりとかするし、でもこう簡単に飛べるものとはそこまで気持ちも踏み込まないんで、こう違うところに力がいっちゃったりとかっていう感じですかね。で踏み込んだ時に体がすごいこう揺れるから、ちょっと詰まったよ。ちょっと詰まってたよ。ここが4回転をどれだけ難しく思わせないかっていう怖さを覚えないとか、こう動いてたら楽に飛べるんじゃないかなとか、ちょっとずつ工夫してって彼に一番いいものを探し出そうかなと思ってます。苦手意識と恐怖心が生むフォームのブレ。力んだ、最初のところで力んだ。よかった、うん、ちょっとグッて最初のここで行っちゃったから。胸に救う見えない敵、それを倒すには成功体験を重ねて自信を積み上げるしかない。だが26歳のベテランに新境地の開拓は容易ではない。4回転時代の風が日本のエースを苦しめていた。大衆の視線は残酷だ。この日集まった観客は心のどこかで世代交代の瞬間を期待していたのかもしれない。18歳の誕生日を目前にした羽生。4回転のトーループ決まりました。飛んできました。先に会場をどよめかせたのは羽生だった。その直後、高橋の演技。課題の4回転ジャンプ。4回転のトーループでステップアウトしてしまいましたね。まだわずかに前に傾く癖が残っていた。4回転を完璧に決めた羽生に遅れを取り、大差をつけられて2位に沈んだ。いつの時代、どんな競技でも追われる立場は厳しいもの。高橋はその渦中にいた。物語の時計を2010年に戻そう。
高橋の活躍は強烈だった。オリンピックで銅メダル、世界フィギュアで金メダル、当時24歳、腕節を怪我さぬようそのまま引退してもおかしくなかった。迷う気持ちもあったという。しかし彼はリンクに立ち続けた。成績は振るわなかった。気持ちの揺れが滑りに出る。それがスケートというスポーツ。2011年の世界フィギュア。4回転のトーループの予定が抜けてしまいましたね。ちょっと今足を痛めたでしょうか。スケート靴のビスが外れるというまさかのアクシデント。気持ちの緩みをフィギュアの神様は見逃してくれなかった。よろしくお願いします。こちらお願いします。そして次ですか。そうですね、もう本当にいろんな経験ができて、まあ、次の目標も見つかって。その次の目標というのはどんなことでしょうか。そうですね、まあ、そっちまで現役を続けてみようかな、いけるかどうかわからないですけど、今シーズンずっとどうしようか悩んでたんですけども、まあ、この惨敗して、まあ、その惨敗をきっかけに、まあ、自分自身すごくスッキリしたので、まあ、そういう気持ちが芽生えたのかもしれないです。ありがとうございました。ありがとうございました。この日初めて口にしたソチオリンピックという大目標。高橋の目標はそのまますぐにチームの目標になった。そして今もチームは同じ方向を向いて走り続けている。この日は休日、遊園地に繰り出した。目指すソチオリンピック、そこに何が待ち受けていようと構わない。チームは今歩幅を合わせて進んでいる。ね、こんだけ近いのにね、僕らに言わずにメディアさんにポンって言ったから、みたいなあ、そうなのみたいな。最初の頃はやっぱりその何ですか、仕事上の付き合いっていうか、やっぱり仕事としてっていう捉え方が僕も多かったんですけども、対人間っていう感じにやっぱり濃くなってくるとなってきてるので、やっぱりやりきって終わってほしい。しこっち向いてよ、こっち向いて、言っても来ないもんね。犬じゃねえし来ないよ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どんな時でも乱れないチームの足並み、それが戦う高橋の心の拠り所だ。失敗しても別に失敗しまくってきてるんで、今更もうまくいこう。まあ私たちはその辺ね、ミーターあるから私たちだけで、私はでしょうか。一番忍耐強い割に一番負けると一番悔しがるから、先に悔しくなりたいんだけどって言うのに、そんなに悔しくなられても困るんだけど、うち冷静になるよね。ね、負けたらすげえボロボロした時にめっちゃ不満そうにするんだけど、今日はいいじゃんとか言って、失敗したらもう消えないしみたいなで喧嘩するんです。明日から失敗して怒んないじゃん。じゃあ怒んないけど、なんかこう不満そうなオーラが出てるわけで、近ければ近いほど分かるみたいなのあるじゃないですか。あ、はい、どう？そうなるとこっちもそうなるし、機嫌は悪くなってます。ね、結構長いよね。中2からだもん、14からだもん、もう10年以上か。もちろん10年以上だけど、なんかさ、ソチまでやると思わなかったら、本当にね、俺も思ってなかった。連れてきてくれてありがとうって感じで、こんなね、でも一番厳しいと思う。そっちがいや、今までの人生の中で、ね、追われる辛さみたいなのを
いや、追われる辛さってのはないですね。ひっついていく、必死本当に必死だもん。で練習の時でもやべえ、俺飛べてないよみたいな、なんだその勢いみたいな羽生がアドレスされるみたいなポイントもあるじゃないですか。でも実際そういう時は来ると思うので、でもまあその入れ替わりっていうのは絶対来ると思うんで、僕も多分そういうのあったし、でもまあ引退するまではそうなりたくないなみたいなところはあります。入れ替わりって言われたくないな、基本的にはもう今同等ぐらいなんで、やればやるほどスケート難しいし、自分弱いし、よくやってられるなと思う。早く解放されたいんだけど、解放されたら多分寂しくなるかなと。解放されたらね、やっぱあんなにね緊張感って味わえないからね、まあ、それは寂しい、マジ絶対。まあそれは終わってみないと分かんないけどね。でみんなはそうやってさ、その安心感でももう僕は戻らないよ絶対にまたね選手に戻ってくる人たち多いじゃないですか。戻りたいと思わないぐらいやりたい。12月、今年2度目のロシア合宿、モロゾフコーチの指導のもと4回転ジャンプの特訓に勤しむ。暗闇に光が差していた。成功率が上がってきたのだ。するとモロゾフが何かを伝え始めた。入り方のラインを言ってるんですか。長いといろいろ物を考えすぎるからダメだけど、ショートがアプローチになったり。つまり無心になれば飛べるということ。形が体に染み込み始めたのだ。夏の頃2割に届かなかった成功率が今では5割に近づこうとしている。今日は良かったですね。何回降りた？10回ぐらい降りた。分からない。ただピークが降りきてるかもしれない。落ちてくるかもしれないし。全日本まであるからあまり疲れそうな。そう。でしょ。グランプリファイナルから全日本フィギュアへ。もうすぐ今年の山場がやってくる。